道がつづら折りになっていよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら凄まじい速さで麓から私を追ってきた。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがある。人間失格、もはや自分は完全に人間でなくなりました。文学、いつの時代も多くの人の心の琴線に触れ感銘を残し続けていく。その一文字一文字に自らの人生を紡いでいった文豪たち。日本の繊細な情緒あふれる美を追求したノーベル賞作家川端康成。新しい時代の幕開けとともに日本近代文学の礎を築いた夏目漱石。孤独な心の内面を描き、いつの時代も多くの若者の心を捉えて離さない太宰治。数々の名作を生み出した日本を代表する3人の文豪。彼らにはある一つの共通点がありました。それは無類の温泉好き。裸になった文豪、一体どのような情景に思いを馳せ筆を走らせていたのでしょうか。川端康成、夏目漱石、太宰治、文豪が愛した日本各地の温泉。湯煙に文豪の姿を尋ねます。道がつづら折りになっていよいよ天城峠に近づいたと思う頃、雨足が杉の密林を白く染めながら凄まじい速さで麓から私を追ってきた。私は20歳、高等学校の制帽をかぶり紺がすりの着物に袴を履き、学生カバンを肩にかけていた。一人伊豆の旅に出てから4日目のことだった。人はなぜ旅に出るのでしょうか。時にそれは新しい自分に出会うためなのかもしれません。川端康成、当時20歳。それまで他人に心を開かなかった川端は、おおらかな心を取り戻すためにとある温泉地に出向きました。そこで生まれたのが伊豆の踊り子です。伊豆を旅する孤独な青年が天城峠で出会った旅芸人一座。青年は心ひそかに
一座の踊り子に惹かれていきました。揺れる儚い恋心を美しい風景の中丹念に描いた伊豆の踊り子。伊豆で過ごした川端の実体験をもとに生まれ、これまでに6度映画化された名作です。伊豆の踊り子は湯ヶ島温泉で執筆されました。湯ヶ島ほど山深く清らかに美しき地は伊豆温泉場にはなし。川端が第二の故郷とまで行った湯ヶ島温泉、湯の里を流れる鹿野川、そのほとりにひっそりと佇む旅館があります。創業140年を超える湯本館。大正7年、学生時代湯本館に初めて宿泊した川端は、以来10年間にわたり常宿にしていました。この階段がですね、伊豆の踊り子の文中にあるはしご段なんですが、はしご段の中途に腰を下ろしてという書いてある階段ですね。先生が実体験した階段でして、上から、まあ、先生が言うには上から 5,6 段目に腰を下ろして、この板敷きで踊る踊り子をですね、見ていたようですね。湯ヶ島の2日目の夜、宿屋へ流してきた踊り子が玄関の板敷きで踊るのを、私ははしご段の中途に腰を下ろして一心に見ていた。こちらが先生が伊豆の踊り子を執筆した部屋でございます。こちらの大正7年から昭和2年にかけての10年間ですね、東京の書斎とこの部屋を行き来されまして、伊豆の踊り子をこの部屋で書き上げたお部屋ですね。まあ、長い時には丸1年、うちの旅館に滞留していたようなんですが、まあ、他に空いてる部屋があればですね、適当に、他の部屋で転がっていろんな部屋を使っていたようなんですがね、ただこの部屋を中心として、利用されていたようです。うちの当時の女将もですね、先生が帰ってくるとお帰りなさいと言ってこの部屋に迎えていたようですね。鹿野川の清らかな流れに手を伸ばせば届きそうな素朴な露天風呂。なんてすがすがしいのでしょう。夏にはここから鮎釣りを眺めたり、ホタル狩りが楽しめます。耳を澄ませば自然の織りなす音が聞こえ、目の前には美しい風景が広がります。川端が滞在していた頃は、竹の筒で湯を引いた露天風呂が川の中洲にあったといいます。湯本館には川端にまつわるさまざまな逸話が言い伝えられています。梶本次郎さんはですね、この部屋でですね、川端先生の伊豆の踊り子を執筆したものをですね、構成していただいたようなんですね。うちの旅館まで来ては執筆の手伝いをして構成をしていくというような日々を過ごされて、
当時東京から湯ヶ島までの道のりは7時間この人里離れた場所で川端は心も裸にしたのでしょうか。湯ヶ島に行けば顔色が良くなっていく川端、それを見て親友横光リーチが褒めたたえました。そして次第に湯ヶ島には作家が集まってくるようになりました。川端が日々の疲れを癒し英気を養っていた温泉、その湯は今も当時と変わらない源泉かけ流しです。森の中にいるような気分が味わえます。湯本館での生活が10年を過ぎたある日、横光リーチの2度目の結婚式に出席するため旅館の主から羽織袴を借りて出かけたそうです。宿はまた様々な形で作品に登場します。こちらの部屋にある欄間は伊豆の踊子の初版本の装丁に使われました。こちらの欄間なんですね。欄間をモチーフにした装丁とはなんとも粋な計らいです。折れ曲がった急な坂道を駆け上った、ようやく峠の北口の茶屋にたどり着いてほっとすると同時に、私はその入り口で立ちすくんでしまった。あまりに期待が見事に的中したからである。そこで旅芸人の一行が休んでいたのだ。突っ立っている私を見た踊り子がすぐに自分の座布団を外して裏返しにそばへ置いた。ええとだけ言って私はその上に腰を下ろした。坂道を走った息切れと驚きとでありがとうという言葉が喉に引っかかって出なかったのだ。踊り子と間近に向かい合ったので私は慌ててたもとからタバコを取り出した。踊り子がまた連れの女の前のタバコ盆を引き寄せて私に近くしてくれた。やっぱり私は黙っていた。踊り子は17くらいに見えた。暗いトンネルに入ると冷たい雫がポタポタ落ちていた。南伊豆への出口が前方に小さく明るんでいた。トンネルの出口から白塗りの柵に片側を縫われた峠道が稲妻のように流れていた。
この模型のような展望の裾の方に芸人たちの姿が見えた。明治32年大阪市に生まれた川端康成。幼くして家族を亡くし、孤独で病弱な少年の楽しみは読書。作家を志したのは中学2年の時でした。その後も長年神経痛に悩まされ、療養のために温泉に通っていました。湯賀野温泉には川端が訪れ、伊豆の踊り子の舞台となった温泉宿がありました。河津川に架かった小さな橋を渡ったところにある福田屋。130年前に建てられた当時と変わらぬ姿で迎えてくれます。随筆「伊豆湯ヶ島」には時々訪れる孤独の寂しさに、目をつぶって土寺の袖をかむと湯の匂いがする、私は温泉の匂いが好きだと書き残しています。湯賀野のわら屋根が麓に見えるようになった頃、私は下田まで一緒に旅をしたいと思い切って行った。彼は大変喜んだ。男が私を別の温泉宿へ案内してくれた。それまでは私も芸人たちと同じ鬼鎮宿に泊まることとばかり思っていたのだった。私たちは街道から石ころ道や石段を一丁ばかり降りて、小川のほとりにある共同湯の横の橋を渡った。橋の向こうは温泉宿の庭だった。伊豆の踊り子の舞台になった旅館福田屋。一体川端はどのように過ごしていたのでしょうか。福田屋には川端の姿が今も思い出として生き続けています。川端先生が伊豆の踊り子の当時のいらしたというのは、祖母はそれが川端先生だという意識が全然ないです。学生さんっていうのは、その当時はとっても大切にしたんだそうです。宿泊代が払えなくても出世払いでいいですよっていうような感じの、商売だったと聞いています。伊豆の踊り子の中には福田屋という名前が一行も入ってないんですよね。それをとっても母も不安に思ってまして。小説の舞台になったものの、宿の名前が出ていない福田屋。川端は小さな贈り物をしました。福田屋が出てくる場面の一節を直筆で書いて渡したのです。
無口です。そちらが話すのずっと待つっていう感じで、とても優しい先生なんですけど、口数が少ない先生ですので耐えられなくなる方多いですね。幾度も映像化されたこの作品、踊り子は時代を代表する女優が演じてきました。昭和38年には4度目の映画化、主演を務めたのは吉永小百合さんでした。川端は伊豆の踊り子の文学碑完成時に招かれた吉永さんと楽しそうに会話をしていたそうです。晩年ね、いらしてくだすって、なんか先生が思い出という名前をつけてくだすって、で思い出って書いてくだすって、そしてあと部屋の入り口にかけてございます。はい、人気です。はい、さらに名作誕生の瞬間を知る人がいました。踊り子たちが3日間ここで興行して稼ぐんですよ。そのスケジュールに合わせて川端康成もこの上の部屋へ散髪するんですよね。ここ福田屋で川端は踊り子と思いがけない再会をします。そこからある一場面が生まれました。部屋の向かいにある共同浴場、当時ここは露天風呂のような作りでした。そこに別れたはずの踊り子たちが裸で手を挙げて声をかけてきたのです。それは美しく晴れ渡った小春日和の朝のことでした。彼に売り出されて私は川向こうの共同湯の方を見た。湯気の中に7、8人の裸体がぼんやり浮かんでいた。ほの暗い湯殿の奥から突然裸の女が走り出してきたかと思うと、脱衣場の突っ放に川岸へ飛び降りそうな格好で立ち、両手をいっぱいに伸ばして何か叫んでいる。手ぬぐいもない真っ裸だ。それが踊り子だった。若霧のように足のよく伸びた白い羅針を眺めて、私は心に清水を感じ、ほっと深い息を吐いてからコトコト笑った。子供なんだ。私たちを見つけた喜びで真っ裸のまま日の光の中に飛び出し、つま先で精一杯に伸び上がるほどに子供なんだ。私は朗らかな喜びでコトコト笑い続けた。頭が拭われたように澄んできた。微笑みがいつまでも止まらなかった。伊豆の踊り子に描かれた孤独な青年の淡い恋心、もう二度とは来ない愛おしいほどに切ない青春、
伊豆を舞台に自らの経験を織り込んだ作品を生み出したのです。乗船場に近づくと海際にうずくまっている踊り子の姿が私の胸に飛び込んだ。そばに行くまで彼女はじっとしていた。黙って頭を下げた。昨夜のままの化粧が私を一層感情的にした。まなじりの紅が怒っているかのような顔に幼い凛々しさを与えていた。はしけはひどく揺れた。踊り子はやはり唇をきっと閉じたまま一方を見つめていた。私が縄ばしごにつかまろうとして振り返った時、踊り子はさようならを言おうとしたが、それもよしてもう一遍ただうなずいてみせた。下田の海を出て伊豆半島の南端が後ろに消えていくまで、私は欄干にもたれて沖の大島を一心に眺めていた。踊り子に別れたのは遠い昔であるような気持ちだった。私はカバンを枕にして横たわった。頭が空っぽで時間というものを感じなかった。涙がポロポロカバンに流れた。頬が冷たいのでカバンを裏返しにしたほどだった。私の横に少年が寝ていた。何かご不幸でも終わりになったのですか？いいえ、今人に別れてきたんです。私は非常に素直に言った。泣いているのを見られても平気だった。私は何も考えていなかった。ただすがすがしい満足の中に静かに眠っているようだった。昭和43年10月17日、川端にある知らせが舞い込みました。日本人初となるノーベル文学賞受賞の知らせ。その夜、川端は一人書斎で筆を取りました。秋の野に鈴鳴らしゆく人見えず、秋の野に鈴鳴らしゆく人見えず、野と鈴とでノーベルとなる言葉遊び。川端は日本人の心情を繊細に表現する文学で世界中に感銘を与えたのです。それは日本文学が世界により羽ばたいていくきっかけとなりました。日本の美を追求する作品を残した川端康成。文豪は作品誕生の地でもある愛すべき温泉をこう書き残しています。私は温泉に浸るのが何よりの楽しみだ。一生温泉場から温泉場へ渡り歩いて暮らしたいと思っている。
そしてその文化は明治の始まりとともに大きく様変わりしていきます。そんな激動の時代を生きた文豪、それが夏目漱石です。親譲りの無鉄砲で子供の時から損ばかりしている。小学校にいる自分、学校の2階から飛び降りて1週間ほど腰を抜かしたことがある。なぜそんなむやみをしたと聞く人があるかもしれぬ。別段深い理由でもない。新築の2階から首を出していたら、同級生の一人が冗談に、いくら威張ってもそこから飛び降りることはできまい、弱虫やーいと囃したからである。小遣いにおぶさって帰ってきた時、親父が大きな目をして、2階ぐらいから飛び降りて腰を抜かすやつがあるかと言ったから、この次は抜かさずに飛んでみせますと答えた。漱石が生まれたのは江戸時代最後の年。青春を送ったのは日本が慌ただしく変化していく時期でした。そのためでしょうか、漱石は思慮深く真面目な一方で、無鉄砲な一面も持ち合わせた人物であったようです。そんな若かりし日々を彷彿とさせる小説が坊ちゃん。明治39年4月、坊ちゃんはその前の年から連載していた我が輩は猫であるとともにホトトギスに掲載されました。松山の中学校に新人の数学教師としてやってきた江戸っ子の坊ちゃん。反俗精神旺盛な主人公は事なかれ主義の校長や教頭と対立。その姿をユーモラスに描いた作品が坊ちゃんです。今も根強い人気を誇るこの作品、漱石が松山市の中学校へ教師として赴任した経験から生まれました。物語の中で住田温泉という名で登場する道後温泉。その歴史は日本最古とも言われています。温泉を発見したのは足を痛めた白鷺。湯に浸り傷を癒す姿を村人が見つけたのがその始まりだと伝えられています。白鷺は温泉のシンボルとなって至る所で見ることができます。他のところは何を見ても東京の足元にも及ばないが、温泉だけは立派なものだ。温泉は3階の新築で、上等は浴衣を貸して流しをつけて8銭で済む。その上に女が天目へ茶を乗せて出す。俺はいつでも上等へ入った。すると40円の月給で毎日上等へ入るのは贅沢だと言い出した。余計なお世話だ。まだある。湯壺は御影石を畳み上げて
15畳敷きぐらいの広さに仕切ってある。大抵は13、4人使ってるが、たまには誰もいないことがある。深さは立って乳のあたりまであるから、運動のために湯の中を泳ぐのはなかなか愉快だ。俺は人のいないのを見すましては15畳の湯壺を泳ぎ回って喜んでいた。ところがある日、3階から威勢よく降りて、今日も泳げるかなとざくろ口を覗いてみると、大きな札へ黒々と湯の中で泳ぐべからずと書いて貼り付けてある。湯の中で泳ぐものはあまりあるまいから、この貼り札は俺のために特別に新調したのかもしれない。広々とした浴室につけられた名は神の湯。湯口からは古代からこの地に湧き続ける湯が流れます。陶器のタイルには白鷺があしらわれ、立派な湯釜には道後温泉ゆかりの伝説や神話が施されています。そして坊ちゃん泳ぐべからず、小説にも出てくるこの注意書きが今も温泉客を迎えてくれます。湯で体が温まったらちょっと一休み。神の湯二階席は一度に100人がくつろげます。漱石もここでまどろんだのでしょうか。多くの人がもたれて白くなった柱が歴史を感じさせます。そして喉を潤すのは地元名産の砥部焼の湯飲みで振る舞われるお茶。天目台を使うのは100年前から変わらない道後温泉のこだわり。こちらは1階にある玉の湯。使われている石は耐久性のある味石や大島石。どれも貴重なものばかり。100年前の面影をそのまま残しています。そしてゆかりの部屋も残されていました。こちらが、夏目漱石にちなんだ坊ちゃんの間でございます。
坊ちゃんの間は、ご来館いただいたお客様はご自由にご覧いただくことができます。もともとこの坊ちゃんの間というのは、夏目漱石と正岡子規が、明治28年の10月の6日に、道後温泉に遊びに来た時に使った部屋だと言われております。こちらの道後温泉本館の、この濡れ縁に出られたら、この特徴的なこの腰板の模様があります。細かいところにまで贅を尽くした建物、現在の姿になったのは漱石が松山に来る1年前のことでした。こちらが日本で唯一の皇室専用浴場の有心殿でございます。奥の玉座は天皇陛下だけがお使いになるお部屋。大正天皇と昭和天皇がご来浴されています。優雅な造りは日本建築の粋を集めたもの。漱石も心奪われたというその立派な姿。道後温泉本館は温泉では唯一国の重要文化財にも指定されています。小説「坊ちゃん」の舞台となった松山市は今もその作品世界をたっぷりと堪能できる町。道後温泉駅の前から出発するのは「坊ちゃん列車」。乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならない。通りで切符が安いと思った。たった3銭である。ここ松山東高校の前身はかつて漱石が英語教師として働いていた旧制松山中学校です。当時を忍ばせる講堂、名教館が移築されています。ここに漱石が勤めていた当時の卒業写真が今も残されています。坊ちゃんと赤シャツがよく釣りに出かけた四重島、別名ターナー島。今も変わらぬ美しい夕日、漱石は誰と海を眺めていたのでしょうか。それは温泉地松山が生んだあの人かもしれません。柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺。この句で有名な正岡子規、松山で世話になった漱石へ読んだ句だとも言われています。二人は生涯を通じての親友だったのです。同じ江戸時代最後の慶応3年生まれ、
東京大学予備門時代に知り合います。四季の七草集に刺激を受けた漱石は漢詩漢文による紀行文墨雪録を出版。22歳の二人はお互いに才能を認め合う仲になりました。ここは漱石が教師時代に下宿していた家の離れを当時のように復元した愚陀仏庵。2階には漱石が住み、四季は1階に住んでいました。日清戦争に新聞記者として従軍したものの喀血した四季、故郷松山へと舞い戻り漱石のもとへ転がり込んだのです。ここで2ヶ月近く漱石と四季は共に俳句作りに没頭しました。その後四季は東京に戻ることになります。しかし四季は7年後わずか34歳の若さでこの世を去ります。漱石が訃報を聞いたのは留学先のロンドンでした。命尽きたともに漱石はいくつか句を詠みました。その中の一つ、土袖や秋の棺に従わず、それは自分の手で四季の棺を持てなかったという後悔の思いでした。土袖や秋の棺に従わず。松山を去った後漱石はここを熊本にやってきます。この町が次なる赴任地でした。熊本第五高等学校の英語教師としてその後4年間教鞭を取りました。この地で妻京子を迎え新婚生活を始めた漱石。新婚早々から同僚が下宿したりとその生活は賑やかなものでした。そしてやはり漱石は温泉地へと出向きます。峠を越えてやってきたのが小天の里、小天温泉。この温泉を舞台にして書かれたのが草枕です。作中では小天の里を名恋の里として登場させています。一人の画家が俗世から離れようと放浪の旅へ。その途中山の中の温泉宿で才気あふれる美しい女性と出会います。漱石は二人のやりとりを中心に現実主義の世の中への批判も込めて描きました。小天温泉で実際に経験した数日間の出来事が元になっています。山道を登りながらこう考えた。地に働けば角が立つ、情に差をさせば流される、意地を通せば窮屈だ、とかくに人の世は住みにくい、住みにくさが高じると安いところへ引き越したくなる、
どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生まれて絵ができる。漱石が宿泊したのは温泉地にある前田家別邸。熊本城まで他人の土地を踏まずとも行けると言われるほど栄華を誇った前田家。当主である前田加賀氏が客をもてなすために建てた屋敷の一部は温泉宿として開放されていました。漱石が宿泊した離れ、そして草枕に登場するお風呂は、当時珍しいセメント作り。現在そのお風呂は草枕の湯として再現され、漱石が堪能したお湯を感じることができます。有明海を一望できる草枕温泉天水。露天風呂から見えるのは島原半島の雄大な景色。草枕の世界観をもとに近代画家によって絵巻物が描かれました。世は女と二人、この風呂場の中にあることを悟った。漂わす黒髪を雲と流して、あらん限りの背丈をすらりとのした女の姿を見たときは、ただひたすらに美しい画題を見出し得たとのみ思った。物語に登場する美しい女性ナミ、そのモデルとなった実在の人物がいました。前田家の次女ツナです。当時の女性には珍しく、文武に優れ、自分の思想も発言するタイプでした。漱石とツナの出会いの様子が語り継がれていました。女が男湯の方に入ってくる場面があるんですが、これは男湯の方にだけお湯の出口があった。そのお湯はそこから溢れたのが女湯の方に流れていくような仕組み。だから寒い時は女湯は冷たくなって入れなかった。前田の女性たちは男湯の方にお客が入っていない時は入りよったわけ。漱石たちが入っているのは気がつかずに入っていったと。そしたら入ってったかびっくりして飛び出したという、これがなんか実際の話らしい。これは当のモデルの本人がそう述懐していますから、これは間違いない話だろう。漱石は大胆な綱をヒロインナミとして草枕に登場させたのです。前田家にあった鏡ヶ池をモチーフにして幻想的な場面が作品に登場します。
私が身を投げて浮いているところを。苦しんで浮いているところじゃないんです。やすやすと往生して浮いているところを、きれいな絵に描いてください。え？驚いた、驚いた、驚いたでしょう。女はすらりと立ち上がる。散歩にして作る部屋の入り口を出るとき、帰り見てにこりと笑った。呆然たることたじ。草枕は雑誌、新小説に発表されるや否や、3日で売り切れるほどの大ベストセラーに。その後漱石は朝日新聞社に入社し、作家としての本格的な道を歩み始めるのです。静岡県修善寺、弘法大師の伝説を秘めた歴史ある湯の町。湯治場として今も高い人気を誇ります。この地は漱石の人生、そして作品を語る上で欠かせない重要な地になりました。それは修善寺の大観と呼ばれています。明治43年43歳の時、胃に病を抱えていた漱石は、医者の勧めもあって伊豆の修善寺で長期療養にあたっていました。しかし突然思わぬ出来事が漱石に襲いかかったのです。各多量の血を一度に吐いた世は、その暮れ方の光景から、日のない真夜中を通して明くる日の天明に至る有様を古才残らず記憶している気でいた。ほど経て才の心覚えにつけた日記を読んでみて、その中に脳貧血を起こし人事不正に陥るとあるのに気がついた時、世は才を枕辺に呼んで当時の模様を詳しく聞くことができた。鉄頭鉄尾、明瞭な意識を有して注射を受けたとのみ考えていた世は、実に30分の長い間死んでいたのであった。世はその時さっとほとばしる血潮を、驚いて世に寄り添おうとした才の浴衣にべっとり吐きかけたそうである。この時3ヶ月ほど滞在したのが伊豆修善寺の菊屋。創業380年以上の歴史を持つ老舗の宿。
漱石がやってきたのは今からおよそ100年ほど前、明治43年8月のことでした。夏の盛り、秘書で訪れる客でにぎわっていた宿、漱石は滞在わずか2日目にして吐血、生と死の境をさまよいました。これが修善寺の体感です。奥様は一番最初8月の17日に漱石さんが血の塊を出されて、これは大変だからということで、すぐに電報を東京に朝日新聞と長屋一丁病院に打ってるんです。奥様がいらして少しは気持ちが漱石さんを楽におなりになったのかもしれないですけども、大吐血をなさるんですね。でも奥様のところにしがみついて、もうこうパーッと血を吐かれた。奥様はこの辺から全部血を浴びて、でその後ろの畳までいっぱい血が飛んでたっていうくらいです。妻の京子は看護の傍ら漱石の日記を引き継ぎ、日一日と変化していく夫の容態を書き留めていました。それはまるで文豪の妻としての務めのようだったといいます。意識不明になられた後、パッと目が覚めた時に幸いと言って奥様を探されたというくらい、本当に何て言うんでしょう、仲の良い愛情あふれたご夫婦だったんだと菊屋ではそういうふうに言い継がれております。大病をしたことで改めて気づかされた人々の優しさと温かさ、漱石は感謝の印として句を書くため持参していた硯を旅館に譲りました。周りの人に生かされていると全身で感じた漱石、その後作風まで生きることを深く見つめるものへと変わっていきました。漱石は感謝の思いで綴った作品を残しています。それが思い出すことなど、体感にかかって生か死かと騒がれるように、幾日かの怪しき時間は生とも死とも片づかぬ空里に過ぎた。存亡の領域がやや明らかになった頃、まず我が存在を確かめたいという願いから、とりあえず鏡を取って我が顔を照らしてみた。まだ生き延びる工夫に余念のない世は、今を盛りの年頃に容赦なく世を捨ててゆく奏者に比べると、なんだか決まりが悪いほど未練らしかった。鏡に映る我が表情のうちには、無論儚いという心持ちもあったが、死に損なったという恥も少しは混じっていた。修善寺の体感から回復した漱石は、それ以来ある言葉を口にするようになりました。側転虚子、生と死の狭間を見た漱石が理想とした境地、自分本位でわがままな考え方を捨て、自然と一体になろうとしたのです。再び生きる喜びを感謝の気持ちに変えて、文豪はこの地を去るときに一句詠みました。
稲熟し人いえて猿や出湯の村稲熟し人いえて猿や出湯の村私がいるのは静岡県熱海温泉にある紀雲閣。ここはかつて大きな旅館でした。大正8年に別荘として築かれた紀雲閣。当時その豪勢な造りと広大な敷地から熱海の三大別荘と称賛されました。その後旅館として生まれ変わり、現在は熱海市の文化遺産として多くのお客様を迎えています。美しく佇む日本家屋の本館と離れ、日本、中国、ヨーロッパなどの文化を巧みに織り交ぜた洋館からなる紀雲閣。ここには谷崎潤一郎、志賀直哉、三島由紀夫らも訪れています。数々の文豪が愛し、数々の名作が生まれた紀雲閣。その文豪の一人が太宰治です。39歳という若さでこの世を去った太宰治。幼少の頃からふるさと青森県各地の温泉に出向き、その後も全国の温泉地を訪ね歩いていました。そして文学の道に進む決意をしたのも温泉でした。最初の妻小山初代とは水上温泉にほど近い山中で心中を図ったものの未遂。恩師伊伏正治の勧めもあって、太宰は生活を変えるためにある場所へと旅立ちました。やってきたのは山梨県三坂峠にある天下茶屋。ここで名作「富嶽百景」を書き上げました。それは富士と対話することで変わっていく自分の心模様を投影したものでした。今もここ天下茶屋には太宰に関する品々が数多く展示されています。
く百景には店の人も登場しています。天下茶屋の娘さん、そのモデルは当時店で働いていた古谷達子さんでした。その甥で三代目主人の戸川満さん、太宰の様子を伝え聞いていました。ひょうきんなあのおばさんですよで、まあこのおばが、たまたまこの手伝ってて、太宰が朝、余裕なんか書いてるらしくて、朝掃除に行くとまだ寝てるらしくて、それでまあ起こして、まあ叩き起こすっていうか、ひょうきんなおばさんなんでそれで書き散らしたあの原稿なんかは、まあ掃除が方々燃やすのが毎朝の、まあパターンだって言ってましたけどね。母がですね、来た時にね、もう田舎にいるような青年じゃ全然なくてね、もう雰囲気がカリスマ性があるっていうか、もうビシッとしてね、もうインテリだし、もう全然こう背も大きいし、相当の印象が強かったっていうことで、でも後から聞いたら、まあ帝国大学へ通うのに帝国ホテルが下宿先で、帝国ホテルへ泊まって帝国大学行ったというような、もう大金持ちのインテリっていう、いや、そだ聞いたら初めて、まあその通りだと。天下茶屋での生活は太宰に変化をもたらしました。相変わらずタバコの量は変わらなかったものの、酒の量は減り、つつましい生活を送っていました。いや、だから田舎だからね、この辺はね、夜は必ずほうとうなんですよ。もうその時に取れてる根菜類とか野菜類を入れて、やっぱり味噌とかそういう味が郷愁っていうか、同じそう田舎の味、そういう郷愁でよかったんじゃないかね、そういう味も。けれど一人で食べるのはどこか寂しい。食べる時は天下茶屋の家族と一緒、必ず皆で集まり食堂でほうとうを食べたといいます。最後にせめてものお礼をしたい。太宰はここを去る時、折った新聞紙を窓や建具の間に挟み、隙間風を防ぐ工夫をしていきました。それまで人間不信に陥り、小説を書く気力さえない。富士の大自然と素朴な人々との出会いは太宰を変えていきました。生きる喜びを味わい、創作意欲を再び取り戻していったのです。お客さん、起きてみよう。娘さんは興奮して頬を真っ赤にしていた。黙って空を指さした。見ると雪。はっと思った。富士に雪が降ったのだ。山頂が真っ白に光り輝いていた。三坂の富士も馬鹿にできないぞと思った。いいね。おや、月見草。3778メートルの富士の山と立派に相対峙し、微塵も揺るがず、何というのか金剛力草とでも言いたいくらい、けなげにすっくと立っていたあの月見草はよかった。富士には月見草がよく似合う。
茶屋で富士と向き合いながら新しい生活を模索していた太宰。昭和14年の正月、伊伏政次の媒酌で石原美智子と自身2度目の結婚式を挙げます。当時太宰は伊伏にこんな手紙を送っていました。私もきっといい作家になります。お名を恥ずかしめないよう高い精進いたします。苦しいこともございました。仕事します、遊びませぬ。うんと長生きして世の人たちからも立派な男と言われるよう忍んで忍んで努力いたします。決して公言ではございませぬ。もう10年苦しさ制御し少しでも明るい世の中作ることに努力するつもりでございます。これまでの生涯を振り返り、かすかにでも休養のゆとりを感じた一時期と太宰自身も綴っている山梨県甲府時代、一体どんな生活を送っていたのでしょうか。これが太宰治虚狂跡というまあ碑なんですけども、これは平成元年に建てられたものですけども、ここに太宰の新婚時代の住まいがあったんですね。実際は今ここにある建物よりもっと奥の方にあったんです。当時は何にもなくてですね、畑で、それからよく富士山も見えたということで、甲府駅もすぐ見えて、大変こう眺望が開けていいところだったというふうに言ってますけど、そして太宰が愛した場所がもう一つあります。ここは菊の湯温泉です。太宰が昭和14年にですね、新婚生活を送ったすぐ近くに新居があるんですが、よく通った銭湯です。大変太宰は銭湯が好きでしたので、毎日この菊の湯さんに通っていました。日中の仕事を終えた太宰はいつも菊の湯温泉で疲れを癒していました。往年の日々を思い起こさせる古い佇まいの脱衣場。使い込まれた10日後も教習を誘います。太宰も使った当時の店主こだわりの円形風呂。今も太宰を偲んで遠方からもファンが湯に浸かりに来るそうです。温泉で疲れを癒した太宰を待っていたのは、妻が用意してくれていた好物の湯豆腐と酒。わずか8ヶ月とはいえ、
太宰の人生の中で幸せに満ちた時期でした。ここが三崎神社です。太宰がよく、散歩したと言われているところですね。太宰は神社とか、お寺だとか大変そういうところが好きでしたので、多分奥さんと一緒か、あるいは一人で来たかもしれませんけども、この界隈はよく散歩したんじゃないかなというふうに思います。太宰の生誕100周年にあたる平成21年6月14日、この地でも応答期が催され、多くのファンが太宰に思いを馳せました。甲府市にあるもう一つの湯どころ、湯村温泉。太宰が宿として特に気に入ったのは旅館明治。ここで執筆したのが正義と美醜、そして右大臣実朝でした。現在も太宰の部屋としてたごとと双葉が残されています。太宰に関する多くのエピソードが残る旅館明治、今からおよそ70年前の様子を知る人がいました。私たちのおじいさんにあたる人が、朝飯食べながら物書き王みたいな人がいるようだけれど、へえ長いこといるな、そんな話を聞いたんですよ。太宰は明るい2階の部屋で作品を書き、床の間のある1階で寝起きをしていました。朝が弱かったという太宰、しかし起きると必ず袴をきちんとつけて部屋にいたそうです。そのいわゆる兵隊やっこに引っ張り出されても、なんか忘れ物があったり、なんかの都合でうちちょっと帰ってくるでしょう。その時にちらっとだけ見たんですけどね、その私たちのおじいさんが言った物書きみたいな人って人はこの人のことかということで。敷地内にある当時混浴だった共同浴場、太宰は妻を連れて何度も通っていました。太宰はここで一人の少女を見かけます。そうして生まれたのが皮膚と心に収められた短編美少女です。私は物を横目で見ることのできぬたちなので、その人をまっすぐに眺めた。十六七であろうか、十八になっているかもしれない。全身が少し青く、
けれども決して弱ってはいない。大柄のぴっちり張った体は青い桃の実を思わせた。この少女はどうやら病後のものらしい。けれども決して痩せてはいない。清潔に皮膚が張り切っていて女王のようである。すらと立ち上がった時、私は思わず目を見張った。息が詰まるような気がした。素晴らしく大きい少女である。五尺二寸もあるのではないかと思われた。見事なのである。コーヒー茶碗いっぱいになるくらいの豊かな乳房、滑らかなお腹、ピチッと固く締まった獅子、ちっとも恥じずに両手をブラブラさせて私の目の前を通る。かわいい、透き通るほど白い小さい手であった。甲府での幸せな生活もつかの間、時代は第二次世界大戦へと突入していきます。しかし戦時中も筆を休めることなく、次々と傑作を執筆。戦後太宰は文壇の旗手となっていったのです。書店に並ぶのは太宰の作品ばかりと言われたほど人気は上昇。当時一番弟子にこんな手紙を送っています。僕は今注文毎日殺到だが、片っ端から断り、断りのはがきや電報を打つのに一仕事なり、まあ今年の夏あたりから日本人も少しずつ陳氏立候の人物がほの見えるようになるだろう。僕も38だからね、40までには大傑作を一つ書いておきたいよ。しかしそれは心意気で、どうなるかね。ゆっくりやっていくつもり。時代の寵児となった太宰治。しかしそれは同時に自らを滅ぼしていくものでした。太宰自身、当時の生活を酒と女性と仕事でめちゃくちゃと綴っています。さらに体調も悪化していく自分への苛立ち、数々の悩みを抱えながらも締め切りに追われる日々。そんな中、とある出版社の社長が熱海の紀雲閣へと太宰を連れ出すことになりました。そして太宰はその命を削るかのようにある作品を執筆し始めます。恥の多い生涯を送ってきました。自分には人間の生活というものが見当つかないのです。人間は飯を食うために生きているのだという説は聞いたことがあるような気がするけれども、金のために生きているという言葉は耳にしたことがない。いや、しかしことによると、いや、それもわからない。考えれば考えるほど自分にはわからなくなり、自分一人全く変わっているような不安と恐怖に襲われるばかりなのです。自分は隣人とほとんど会話ができません。何をどう言ったらいいのかわからないのです。そこで考え出したのは道化でした。
それは自分の人間に対する最後の求愛でした。自分は人間を極度に恐れていながら、それでいて人間をどうしても思い切れなかったらしいのです。そうして自分はこの道化の一線でわずかに人間につながることができたのでした。表では絶えず笑顔を作りながらも、内心は必死の、それこそ千番に一番の兼ね合いとでも言うべき危機一髪の油汗流してのサービスでした。己の半生を自虐的に小説化した人間失格は三つの手記から成り立っています。おどけることで人間関係をうまく進める幼少期を書いた第一の手記、きっと女に惚れられると友人に予言され、その後心中を図ったものの自分だけが助かった青年期を書いた第二の手記、さらに薬物に溺れ入院、人間失格の烙印をされ絶望する第三の手記で締めくくられています。人間失格、もはや自分は完全に人間でなくなりました。今は自分には幸福も不幸もありません。ただ一切は過ぎてゆきます。自分が今まで阿鼻叫喚で生きてきたいわゆる人間の世界において、たった一つ真理らしく思われたのはそれだけでした。ただ一切は過ぎてゆきます。自分は今年27になります。白髪がめっきり増えたので大抵の人から40以上に見られます。太宰はここから妻に手紙を出していました。そちら宛てに電報も打ちましたが、19日の夜帰宅します。仕事は順調に進みました。かなりいいものかもしれません。戦後の動乱期、社会や個人の醜さを暴いた人間失格、温泉地で太宰が吐露した心情は今も人々の心に響きます。太宰にとって温泉はなくてはならない場所。文豪が温泉について書き残した言葉があります。きれいなお湯だ、そうだ、まるで水晶を溶かしたように美しい、本当に静かだ、僕の身も魂も湯気とともに天井に浮き立つような気がした。人里離れた温泉地でひっそりと自分一人の世界にこもり、心の内面を吐露した川端康成。子供のように日本一古い温泉の湯と戯れ、温泉地で
身をもって命の尊さを痛感し、作風さえもその後変わった夏目漱石。作家になることを志したのも温泉。そして温泉地を舞台に多くの作品を残し、無類の温泉好きだった太宰治。文豪、なんと贅沢な人たちなんでしょう。温泉に浸かり、景色を楽しみ、宿のおもてなしに触れ、名物に舌鼓を打ち、お酒に酔い、おまけに創作のヒントも得たなんて。日頃の煩わしい肩書きやしがらみから解放されて、ただの旅人になることができる。また日常と非日常の狭間で唯一心も体も裸になることができた場所、それが温泉だったのかもしれません。あなたもカバンに一冊忍ばせて、湯煙に包まれてみませんか。